幾重にも重なり合う宇宙。無限に枝分かれする可能性。その中で僕、カズヤ白菜が出会ってしまった。最強の戦闘機を乗りこなすちょっぴり変わった女の子、夏目いざよい。彼女は辺境の組織アームズアライアンスの公女様。僕たち UPW を悪の組織と思い込み成敗をしにやってきた。でも夏目はルクシオルの捕虜になり、ひょんなことから僕はその世話役になったんだ。最初は怒らせちゃうこともあったけど、少しずつ夏目は僕に心を許してくれるようにって言った。そしてまたエンジェル隊のみんなも彼女を温かく迎え入れてくれた。戸惑いつつも笑顔を見せ始めた夏目。僕はいつしかその笑顔を嬉しく感じるようになっていた。でもそんな夏目の笑顔は無残に打ち砕かれる。夏目の後見人ハチェット公ジュニエブル、奴は夏目の目の前で堂々と裏切りを宣言。公女としての彼女を切り捨てたんだ。最も信頼していた者に裏切られ亡命する以外行き場を失った夏目。でも真実を知った彼女が選んだ道は亡命ではなく僕たちと共に戦うことだった。僕たちは力を合わせアライアンスの部隊を撃退、占領されていたセルダール連合全ての星を奪還することに成功した。そう、夏目は名実ともにエンジェル隊の仲間になったんだ。やっぱり王宮は広いな。よもや敵国の本丸を歩くことになるとはな。運命とは分からぬものじゃ。あ、
やあ。マイヤーとか。お久しぶりです。何言ってんの。数週間しか経ってないじゃないか。いろいろありまして、最後にお会いしたのがずいぶん昔のような気がします。そうか。そっちも大変だったみたいだね。そっちも？うん。こっちもちょっとね。まあこの後の会議で話すよ。それより和也、こちらの可愛い紹介してよ。あ！気安く寄るな。へあらば長官といえど容赦はしない。やめえしゃべっと。まったく。はっ。あ、でそのわらわがアームズアライアンス盟主にして惑星ハチェット第25代皇女夏目イザヨイじゃ。え、皇女アライアンス。そうじゃ、その方図が高いと言いたいところじゃが、今亡命中の身、特別に許そう。いやー驚いたな。後でこうなった経緯を聞かせてくれるかい、ここ。驚いたのはこちらも同じじゃ。エデンの奇才タクトマイヤーズの話は来ておったが、世の中聞くと見るとでは随分違うものじゃな。いやいや皇女様、そんなに褒めないでくださいよ。褒めはおらぬ。まあよい、脳症は爪を隠すということであろう。タクト、では参るぞ。え、参るって？今後のことについて会議があるのであろう。わらわもアライアンス代表として出席してやる。早くアンドラセ。え、あ、はい。さすがですね、マイヤーズ長官を手玉に取るなんて。そうだ艦長、その会議我々も参加してよいのか。もちろんよ。リリーさんは皇女様から離れたくないろ。カズヤ君はエンジェル隊の隊長として同行よ。さ、行きま。あ、来たわよ。リリー。お前たち、いつの間にここに。やっぱり王宮一番。そうね、もう活劇はゴリゴリ。元来妖精族はあまり故郷を離れようとはしないものです。キャラメイ様。これで残るはソルダム陛下だけですね。そのようですね。陛下はただいま準備中です。しばらくお待ちください。うん、それじゃあ先に席についてよ。あの、マイヤーズ長官？ん？ずいぶん深刻な顔をしているが、どうしたというのだ？ああ、顔に出ちゃったか。うん。ちょっとばかし困ったことがね。何なんです？俺がノイエに来た理由なんだけど、実は、ルーンエンジェル隊に助けを求めたんだ。助け？僕たちの？ああ。今エデンでも大きな騒ぎが起きていてね、有事に備えるため君たちに来てもらおうと思ってたんだよ。だけどこっちはこっちでこんなことが起きているとはね。一体何があったんです？ごめん、やっぱり陛下が来てから話そう。気になるな。ではマイヤーズ長官、なんだい？ゲートをどうやって復活させたのかを教えてほしい。ん？ああ、それは大したことじゃないよ。破壊されたといっても、いくつかの回路を飛ばれただけでね。直すこと自体に苦労はなかったんだ。あの、ちょっと待ってください。ゲートを直したって言っても、壊されたのはノイエのゲートですよ。アブリュートにいながら、どうやって直したんですか？
ああ、そうか。そこから説明する必要があるのか。何、単純な話さ。各宇宙には一つずつゲートがあって、それがアブソリュートのゲートとつながっている。平行宇宙の仕組みについてはこう説明を受けるよね。でも実はこれ、理解しやすくするための方便だ。実際のゲートは各宇宙とアブソリュートに次いで存在するわけじゃなく、一つのゲートを双方で共有してる、こんな状態なんだ。え？そうだったんですか？うん。つまりノイエにあるゲートとアブソリュートにあるノイエへのゲートは実は一個体なんだよ。私も知りませんでした。ゲートについて正確に理解しているものは実はあまり多くありません。マジークでも一部の高位層を除けば皆方便の方で理解しています。なるほど。それでゲートをアブソリュート側から修理し復活させることができたわけだな。そういうこと。ただしゲートが人為的に破壊されたことは分かっていたからね。普通に修理していたんじゃ終わる前にまた壊されかねない。そこで事前に損害箇所を調査し、それらすべてを一気に直したんだ。この辺の段取りがちょっと大変だったかな。なるほど。それで三校も気がつく暇がなかったんです。加えて決戦の最中でもあったしな。三校って？アームズアライアンスの三公爵、今回のノイエで構想の中心人物です。その辺の情報もしっかり把握しておかなきゃな。悪いんだけど、こっちで起こったことを先に説明してもらえる？わかりました。実は…なるほど。まさか、ノイエ全体を巻き込むほどの構想が起きてるとはね。だけど、彼らの目的はノイエを支配することじゃなく、その子から言ってむしろルクシオールを倒すのが目的だったように思います。はい、そこまで。陛下がいらっしゃいました。じゃあ三太郎さん、いつものあれやろっか。そうね。せーの、ソルダム陛下のおなーり。陛下、お久しぶりです。はいはい、それでは早速精神リンクを。よい。え？精神リンクはよい。かー、あの陛下喋っちゃってます。戒律によってご親族以外とは話せないはずなのに。陛下、世は先の戦いの最中、やむを得ず王家の戒律を破ることとなった。だがこの戒律は遥か古の時、王家を必要以上に崇めんがための偽りの掟ゆえに、今後は沈黙を保つこともない。よっちから直にそなたたちと話そう。陛下、私たち知らない子。お集まりいただいた方々へ、改めてヨガ・セルダール国王、ソルダム・セルダール。 UPW より参りましたタクト・マイヤーズです。マジーク代表キャラウェイです。アームズ・アライアンス公女、ナツメイ・ザヨジャ。 UPW 軍所属ルクシオール艦長、ココナッツミルク並びにルーンエンジェル隊より白波少尉とシャーベット中尉です。リリーシー・シャーベット、七重の御剣よ、妖精剣に込めた我が目、見事果たしてくれた。そなたこそこと我らが誇りにして騎士中の騎士、魔を打ち払うその斬撃、見事であったぞ。もう
もったいなきお言葉でございます。ルクシオール、マジーク、そして UPW の方々にも感謝申し上げようがない。我が国のみならず、ノイエを再度にわたり救っていただき、この通り慎んでお礼申し上げる。いいえ陛下、皆さんのお力添えがあったからこそ敵を打ち倒すことができました。これは皆で勝ち取った勝利です。そうですね、一人でも役が欠けていれば今こうして顔を合わせることは買わなかったことでしょう。ではこの勝利をより確固たるものにするため、今後の対策について協議したい。陛下。何であろうか、マイヤーズ。私はこの度のノイエでの騒乱におそらく関係があると思われる情報を得ています。先に発言させていただきたいのが、よろしいか、イザヨイ殿。構わぬ。感謝いたします。では先ほど我々は三公爵の船が謎の穴に飲み込まれていく様を目にしました。キャラウェイ氏もご覧になりましたね。ええ。私もこの目で見るのは初めてだったのですが、実はどうと思われる事例がごく最近エデンにて報告されているのです。しかもその規模はかなり大きく、天体が丸々一つ飲み込まれてしまいました。天体が、なんと。失礼だが、それはまこと。はい、信用を受ける者からの連絡なので間違いないかと。して、その天体とは星か。星といえば星なのですが、エデンにおけるロストテクノロジーの象徴、白き月です。え、白き月だって。そんな、信じられません。お、気持ちはわかるけど、落ち着いて。申し訳ありません。白き月といえば、確か前にココさんが派手ていた場所。長官。なんだい。その白き月も三公爵同様、あの正体不の穴に飲み込まれたと。おそらく報告書にはこうある。白き月の横に突然時空の穴が出現、それはみるみるうちに広がっていき、白き月を飲み込んだと。その様はまるで月食のようだったとの報告もある。そしてその直後、穴は塞がってしまったらしい。その月の聖母シャトヤーン様は、研究員である月の巫女たちは、おそらく一緒に。現在エデン軍が捜索に当たっている。また UPW も協力を惜しんでいない。朗報を待とう。はい。なるほど。その月を飲み込んだという時空の穴、それが今回我々見た謎の穴と同一の性質を持つものだとしたら、二つのうちは関連があるのやもしれぬというわけだ。はい。あの、いいでしょうか。なんだい、カズヤ。その白き月の事件と今回の事件、少なくとも同一人物の仕業ではないと思います。その理由は、エデンで事件が起きた時にはノイエゲートは故障していたんですよね。ああ。ならエデンからノイエに移動する手段がありません。うむ、ただのモンストーリーじゃ。エデンとノイエ双方に穴を開けた者がいた。そう考えるのが妥当だろう。どうかな。でもその二者が共謀している可能性はかなり高いんじゃないでしょうか。それらはあくまでも推測です。断定するには情報が少なすぎるでしょう。
して集まってはみたが、これ以上議論は進まないようだな。はい、確定要素が多い以上、相手の出方を待つしかないと考えます。だが再び全動力を止められてはかなわない。せめて万全の備えだけはしておきたい。ではトン・ルクシオールはセルダールに待機いたします。我が軍も警戒態勢を続ける。マイヤーズ殿、ムーンエンジェル隊を援軍に呼ぶはかなわぬか。申し訳ありません。先ほど発言しました通り、エデン側の一大事件が起きています。非常時に備え、ムーンエン隊員はあちらで待機状態にあるようです。そうか、やむを得ない。ではここで一時休憩としよう。カズヤ君、あなたはルクシオールに戻って、私が戻るまでは第三戦闘体制を維持するようにカーチューさんに伝えて。わかりました。私も妖精剣を返納したら姫を連れて戻ろう。またシャーベットの護衛か。わらわもカズヤとルクシオールに戻ろうかな。そうね、ここから先は具体的な軍備の話になりそうだし、夏目さんが退席しても構わないかどうかお聞きしてみましょう。いや、それには及ばぬ。陛下、いざよいと。なんじゃ。申し訳ないが、貴殿にはしばらくここに留まっていただきたい。ナッツミルク殿の立ち会いのもと、ぜひお聞かせしたい話があるのだ。うん、そうか、そういうことなら仕方ない。シャーベット、そちだけ先に戻っておれ。何を仰せられます。このリリー、いつ何時も姫のおそばに。リリーよ。はっ。そちに与えた護衛の任は今ここに解く。はっ。え、よろしいのですか。うん、夏目殿をここまで無事に送り届けてくれたこと、心から感謝する。ご苦労であったな。ははじゃあ僕たちは先にルクシオールに戻っています。カズヤ、そっちの方は別にいてくれても構わんぞ。いいって。とりあえず僕たちには内緒の話みたいだし。うん、申し訳ない。話の性質上、どうしても聞かせる人間を限定したいのだ。了解です。じゃあカズヤ君、リリーさん、カズヤへの伝言お願いね。はい。ココさんと夏目だけに話したなんて一体何でしょう。さあな。だが我々が聞くのはふさわしくに、総陛下が判断されたのは確かだ。あれこれ推測しても仕方なかろう。そうですね。いや、護衛の任を解かれ肩の荷は下りたが、正直少し寂しくてな。夏目に仕えられないことが。うむ、はじめは純粋に陛下の命ゆえにであったが、十数日間もお仕えしていれば相応の情愛も湧いてくる。なるほど。でもリリーさん、夏目はもうエンジェル隊の一員です。仕えることはできなくても仲間として付き合えるなら問題ないじゃないですか。確かに。うむ、お前の言う通りだ。結局ルクシオールを打ち倒せた者はいなかったようですね。カルバドゥス・カジェル。ベネディクタイン・パイク。そしてジュニエブル・ハチェット。残念です、テストは終了です。待ってくれ、わしはまだ鍵が諦めきれぬのだ。もう一度わしにチャンスを。いいえ、いけません。
すでに結果は出ました。あなた方の中には鍵を手にする資質の持ち主はいなかった。ですからもうおしまいです。まあしかしテストに合格しなかったからといって何も差し上げないのはお気の毒ですね。鍵をお渡しすることはできませんが、私のテストに参加してくださったお礼として努力賞くらい差し上げるとしましょうか。おお、なんだ、何をくれるのだ。それをもってお帰りなさい。帰ることができればですけどね。みんな集まってるわね。夏目、お疲れ。あれ、ゼア君、白き月のことはみんなに伝えたのかしら。あ、はい、大体のところは。私もとても信じられません。あの白き月が消えてしまうだなんて。で、なんか進展はあったんか。ここどこからあんたらいいのか。どうかしたの。ごめんなさい。とりあえず要点から言うわね。白き月ことといい、三公爵の侵略といい、どうしてそんなことをしたのか、またどうやって行ったのか、結局のところ現時点では真相は何も分かってない。だからルクシオールもしばらくはここで待機ということになりました。それに伴いエンジェル隊には一時的な休暇が付与されます。え、マジ？この大切な時に休暇ですか。そうよ、エンジェル隊にとってテンションの維持は何よりも大切です。なるほど、できることがない以上休んで英気を養った方得策というわけだ。やったのだ！ほんと、ここんとこ戦いばっかで全然休む暇なかったものね。なんだよここ、もったいぶりやがって。いいニュースじゃねえか。まあこれはね。ん？悪いニュースもあるんですか？悪いのかどうか。ん？みんな落ち着いて聞いてね。実は夏目さんがエンジェル隊から外れることになりました。外れ？ナタン、やめちゃうのだ。そんな。本当ですか姫？本当じゃ。おいおい、いきなりだな。どうしてさ、なって。みんな落ち着いて。これは夏目さんの都合ではないの。どういうこと？それは。よい、わらわから妄想。実はの、わらわはこの度セルダールの王と婚約する運びとなったじゃ。君と。おいおいおい、妙な冗談はよせって。冗談ではない。なんだよそれ、年離れすぎだろ。年は関係ない、結婚ではなくあくまで婚約じゃからな。わらわが長じるのを待ち、それから式を挙げればよいのじゃ。ナッツミルク館長。何？これは政略結婚です。そうよ、現在連合とアライアンは休戦状態だけど、水面下ではすでに和平交渉が進んでいるの。その中でアライアンスが夏目さんを差し出してきた。どうして？敗戦国だからだ。あ、どういうことなのだ？和平というのは必ずしも平等な立場とは限らない。今回の戦争、連合が勝ち、アライアンスが負けたのは明らかだ。ならば負けた側は
勝った側に対し反省と従順の意思を示さなくてはならない、そういうことでしょう艦長。ええ、その通り。そんな、だからってなんで夏目さんも。そうだよ、冗談じゃない。だいたいジュニエブルは夏目のことをもう公女じゃないって言ったじゃないか。あれは彼個人の暴言であって法的根拠はない。アライアンス側はそう釈明しているわ。くぅ、何言ってやがる。てんとこのボスだろが。それで陛下はこの提案を受けたというのか。ええ、公女を押し出すという最大限の標準を向こうが示してきた以上、それを下にしたら和平に水を差し双方にしこりを残しまうわ。ただソルダム陛下はそれでも当人の意思は尊重したいと、そのために夏目さんと直接意見交わしたの。ってことはいざよい、あんたも OK したこと。そうじゃ。正気か。正気じゃ、迷うことなどない。夏目、それは君の、君の本当の気持ちなの。違うだろ。祖国アイアンスのためを思えばこれ以外の選択はない。だけど。もうよい。もうよい。も、何も申すな。夏目さん。わらわは部屋に戻る。とは少し疲れたわい。Woo!